佐野拓水は、関西テレビの社員で、制作局制作部プロデューサー。2008年7月までは、本社制作局制作部ディレクター。2011年3月までは、東京編成制作局東京制作部、アシスタントプロデューサー。同年4月からは、編成制作局制作センタープロデューサー兼、ディレクター。岐阜県旧吉木郡上宝村。2008年7月までは、 制作局制作部に、2011年3月までは、東京編成制作局東京制作部に、同年4月からは、編成制作局制作センター制作部に、制作局制作部を経て、現在は、営業局所属。バラエティ時代テレビドラマ2004年7月、FNS27 時間テレビめちゃに起きてる。楽しくなければテレビじゃないじゃん。で行われた。 FNS 全国一世期末テストに関西テレビ代表で出場した。として推薦わからない箇所をセックスと回答して岡村にいじられていた。4位434点の好成績。ありがとうございます。